田中芽衣子の美点の秘密教えちゃうぞ。皆さんこんにちは、田中芽衣子です。皆さん見て、まるでこちら月面です。今日はニキビ跡、クレーターの跡のケアをお教えしようと思ってます。申し訳ない、私あまりクレーターがないのでクレーター作りました。諦めないでくださいね。クレーターもかなりやっぱり深すぎると全部は取れないです。ただですね、少し薄くなるんですよ。目立たなくなる。それから薄い浅いクレーターはかなり改善します。ですから諦めずに、今よりは目立たない、そういう形を頑張ってみてくださいね。こうやって少し穴ぼっこになってるんですよ。掘られちゃっている。これはニキビが表面よりも深くにですね、炎症を起こった場合にこんなクレーターになっちゃうんですよ、ね、削られちゃってるので、なかなか今から全部っていうのは、ね、綺麗な肌っていうのは無理なんですけど、いいですか。まずは熱くなっちゃってる皮膚を取ります。これから始めますね。これ今クレンジングが終わって肌が真っさらな状態だと思ってください。ここからです。まずですね、ピーリングです。このピーリングはいつもよりもずっと強くです。クレーターはもう本当に手強い、熱くなってます。ですからクレーターはいつもよりもずっと強くですね。はい、これを、はい、取りました。はい、まずフェイスライン、こちらから塗っちゃいます。こんな感じで、うん、まっさらこうやって塗ります。で、はい、だいたい口角からこの、はい、ここまで、この範囲は1分もしくは2分置いて、はい、今2分経ったとしますね。ただ今度はもうちょっと上、この口角から耳を、ね、耳までの線、ここから今度はここを塗ります。わかります？フェイスラインが一番長いか、時間差で塗っていきますね。はい、クレーターの上をそのまま塗るの、塗るんですよ、ピーリングを塗るの。またここ1分置くの。もう下から順番に塗っていくの。ここで1分置いたら次行く、また1分塗ったらまた上。で、最後にですね、ここ、はい、今度は小鼻の横あたりから頬骨の下まで、いい、わかりますか。この頬骨の下までね、これをまず塗ります。1番、2番、3番、4番、頬骨の上もあったら今度は最後に塗る。でもし目の近くにクレーターってあんまりないんですよ、だからそれほど心配ないんですけど、あったら目の下はもう最後です。目の近くはね、もし乾いてきたらまた足します。乾いてきたら足す、ね、こうやって足していく、足していく、塗り足す、塗り足す、ね、していくの。このフェイスラインのクレーター、もう5分置いて絶対 OK、 全然5分 OK です。この口角からここ4分ぐらい、で頬骨の下ここ3分、それでこれでここが2分ぐらいから始めてみてください。クレーターは2分から5分まで全然 OK。 慣れてきたらフェイスラインのクレーター7分8分置いて構わないです。ほら見て、こうやって置いといて、この時に少しチリ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 ってします。このチリチリチリぐらいは全然 OK。そのチリチリ感は肌が少し角質が取られてますよって合図なんで OK なんですよ。火を吹くほど痛かったら傷があるので、それはすぐに洗い流してくださいね。そうじゃなくてチリチリチリ、ムズ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 、 OK です。私の肌でさえ置いといても全然平気です。私なんかあの悪い方じゃないし、クレーターがあるわけじゃないんだけど、今こうやって置いといても全く大丈夫なんですよ。さあ、これで5分、4分、3分、2分終わったとしますね。皆さん塗る前で洗い流しちゃってください。バシャバシャ洗い流す。こうやってこするというよりは洗い流してくださいね。こんな感じで、あ、はい、そしたら拭くのもこうやってね、こうやって押さえるだけで、ゴシッと拭くんじゃなくてこういう感じで押さえるだけにしてください。そうするとほんのり赤いんですよ。そしたらですね、はい、プラセンタです。クレーター直すんだったらプラセンタいきましょう。やってここに垂らすよ、もったいないから、はい、垂らしてね、はい、こっちの頬だけだったら3滴4滴いいです。そして押さえる、はい、指先で押さえてあげる、ここに浸透させる。ピーリングした後は角質が取れてるので、プラセンターが本当に浸透しやすいの。本当に角質取って剥がしたら必ず
プラセンタで、できるだけプラセンタを早く塗ってあげて、皮膚再生、新しい皮膚の再生なんですよ。修復しながら再生させる。ほら、もう吸収しちゃった。ピーリングした後は本当に吸収します。そして EA フォースなんですよ。皆さん、この EA フォースは磁気生成スクワランの中にポコレチ、レチノール酸とか分かりますかね。今度はこれが入るとですね、これは美白でもなるんだけど、同時にターンオーバーを非常に正常化してくれる、そういうものなんですよ。あ、これは垂らさなくても指に取ってくれてもいいな、こういう感じね。はい、そしたらですね、 EA で見て、こういうマッサージする。クレーターの場合にはですね、こんなマッサージなんです。ピーリングしてるからガーッと強くやっちゃダメよ。小さく小さく見て、こんな感じのマッサージ、軽くですよ。クレーターのあったところだけは EA で軽く小さな円を描くようなマッサージ。ゴシゴシじゃないですよ、ね、小さな円、ね、これがコツ。角質を取った後はプラセンタと EA ホースでターンオーバーを正常にして、皮膚の再生を早くして、見て、クレーターもなくなりそうな気がしませんか。クレーターがかなり浅くなるので、この2つだけをぜひやってください。クレーターを少しでも薄くしてね、ほんと自信を持った肌になってくださいね。はい、皆さん頑張ってやってくださいね。